島弁は、三重県の戸橋、島市、渡来郡の南伊勢町で話されている日本語の方言、近畿方言の一種。近年は、人の移動や放送の影響で伊勢弁との同化が進んでおり、伊勢島弁と言われることもある、奥村光雄による区分案図。島弁は、三重県の東紀州の一部、和歌山県全域、奈良県南部や淡路島とともに、 南近畿式方言に属す。茶色が西近畿式方言。黄色が東近畿式方言。水色が北近畿式方言。灰色は非近畿式方言民俗学者の岩田淳一は、鳥羽方言は、アクセントや言い回しでは大阪弁との共通点が多いものの、日常的に使う名詞は江戸言葉や名古屋弁との共通性が高いと述べている。 これは賭場が港町であり、小船による交流の名残であると考えられる。産業交流館父地路 AB 岩田 1970P311 賢島のレストランの店名として使われている。AB 岩田 1970P301E だ28ページ岩田 1970P307AB 岩田1970 P283 岩田1970 P281 ABC 岩田1970 P285 ABC 町役場企画課69ページ岩田1970 P287 ありがとうございます。